ダッキと呂布、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは曹仁と周泰、鉄壁の守り手と言っても良い二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宗主公、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。ダッキ率いる大軍が迫っている。この城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るなら守り抜く。まず城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってってる。見事な働きだな。貴公と共に戦わば攻守いずれも従前よ。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。見事だ、お前らしいね。この世界に迷い込んだばかりの余計な世話かもしれぬが、手を貸せ。スケバチですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。あの、この城を奴らから守ってるんですか。よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援も許せば我が軍は窮地に立たされず、増援が来る前に西の砦を制圧せん。見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。敵をひざまずかせてやったぞ。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食うとも。竜だ。ここは一体どこなんだろう。日の本の城のような気もするけど。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。よし、間に合った。そこに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。正体、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。待たせたな。大将、ひざまずかせ。引っかかったな。なぜここに敵が。城はひとまず守れましたね。押されている。このままでは地球に突破されよう。敵さん、案外しぶとい。でもこれで終わりかな。ね、
陣優先。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。砲術を放っておいたらやばいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が砲術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。林久殿を死なせてはならない。誰か援護を頼む。あの若武者一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず死亡死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。見事だ、お前らしい。みんなよく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。おお、孫権殿、これで流れも変わるだろう。皆の見込みで守りきれた。もう孫権さんたち来ちゃったの？城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。よし、これで砲撃は止まったぞ。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだ。俺もお前と共同できて嬉しく思う。さかなよ、敵将をひざまずかせ。なんて熱い、まさに天下無双の戦ぶりだ。義の重鎮たる宗麟殿と靴輪を並べようとはな。だが、あれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の刀匠の力、まことに心強い。お前の実力、俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。主人、よくぞ城を守り抜いてくれた。いいえ、俺も働きなど。皆のおかげです。俺の力、チェスト。何この子、ちょっと残念な感じなの？宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくて、みんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。
よろしく頼む。俺はもっと強くなる。強敵に対抗するため一人でも味方を増やしたい連合軍。そんな折正義感にあふれ武勇に秀でた将がいるとの情報がもたらされる。その男は類まれな大食漢だという。これを聞いた海姫は自慢の手料理で大食漢を虜にせんと息巻き、男が倉庫番を務める村へと出陣。海姫の料理を狙う王位もその後に従った。一方大食漢が番人を務める倉庫には怪しい影が迫る。村人たちが蓄えた食料を根こそぎ奪い取らんと妖魔軍が卑劣な作戦を開始していた。さあ今日は腕によりをかけるわよ。噂の男気あふれる大食漢はどこ？私も同行させてもらっていいかしら。あなたの料理が気になって仕方ないの。一体今日はどんなご馳走を？乙女の料理に資格はないわ。肉、魚、野菜、あっさり、こってり、何でも来いよ。とても素敵だわ。私にも分けてもらえると嬉しいのだけれど。もちろん手伝ってくれるならいくらでも。まずは大食漢の武将を見つけないとね。待ってなさいよ。相手は大食漢。これぞ乙女の腕の見せ所。私の手料理で胃袋掴んだる。カイドウの料理は絶品。人に渡すのは惜しいけど仕方ないわね。さて大食漢のカレーが隠れているかも。誰だ？さかなよ。ついにスミルが見つかったか。噂の将じゃないのか。よからぬことを考えているのか。倒さない。ヨウマメ、この食料は我らの蓄え。渡すわけには。食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。よしよし、趣味よく運び出せているようだ。俺は一眠りしてくれ。お前ら怠けるなよ。お任せを。米粒一つ残らず盗み出します。よし、中の奴らもとっちめとる。何？外で凶暴な女が暴れているだと？まずい。食料を早く運び出せ。ひざまずかせてやったぞ。さて、人の食料を奪うなんて許せない。徹底的に追い詰めてあげる。そうよ、絶対許せない。大食漢の彼に手料理を振る舞う。乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。広さの割に食料が少ない。まさかすでに妖魔に盗まれたというのか。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ。お料理上司。せっかくあいつがいない隙を狙ったのに。あのデカブツよりよっぽど怖いよ。はぁ、誰が怖いですって。デカブツ、それに退職か。もしかしたらあの兵士どこへ行くのかしら。追った方が良さそうね。さあ覚えてろよ。ああ、また水木様に怒鳴られる。邪魔者は成敗したし、お料理女子に切り替えないと。やっぱり第一印象が肝心よね。大変だ。オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さするやつはとっちめてやるぞ。ちょっと待って、まさかあの人が。大
探し求めていた大食漢の彼。そう、巨著殿。でも困ったわ。この状況だと間違いなく私たちが疑われそう。村のみんなの大事な食い物がおめえらが盗んだだか。違う、私たちはただ美味しい料理を作って食べて、みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。とっちめてやるだよ。盗み出した食料が。これで食料の保管場所は分かった。後で回収しに行かないと。盗っ人に負けちまっただ。みんなに合わせる顔がねえだ。このままでは巨著殿の誤解は解けない。盗まれた食料を取り返すしかなさそうね。じゃあ、キョチョさんにも一緒に来てもらいましょう。あたしたちがヌスットじゃないって証明するの。敵の兵から食料の保管場所を聞き出しておいたわ。手分けして回収しましょう。もうマネーとやってらんねえ。見逃してくれたらお前らにも分けてやるぜ。私を酔わせたいの？でもここにある酒だるだけで足りるかしら。すごい酒量。今日はあれだけ飲んで私でも酔えるかしら。酒があるとみんな喜ぶからな。でもオイラは食う方が好きだぞ。食べ過ぎると太っちまうからな。俺たちが減らしてやってるのか。そう、私はどんなに食べても変わらないし満たされない。さて、せっかく盗んだ食料奪われてたまるか。スッとはおめえらだったが。けどおいら腹が減って力が出ねえだよ。こんなに多くの肉まんを奪っていたなんて本当に許せない。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。あたしも。ちなみに巨著さんの一番の好物って何？おいら何でも好きだぞ。けど一番は効果は考えねえと決められねえだ。立派な桃きっと大切に育てたのね。取り戻せてよかった。甘くて美味しい桃だ。今が食べ頃だぞ。いいぞ、頑張ってるだな。カイ殿の料理は何度か食べたけれどどれも絶品。他にはどんなものが作れるのかしら。煮物、煮っころがしや焼き魚は基本中の基本。あとは缶ね。お団子にあんころ餅、それからすごいわ、たくさん作れるのね。カイ殿ならいつか私を満たしてくれるかしら。それにしてもなぜ巨著殿が食料庫に。知らない土地で腹も減って俺ら倒れちまっただ。そしたら村のみんなが食べ物を分けてくれただよ。だから恩返しに食料庫の番人に引き受けただ。なのに食料奪われちまうなんて。どうしたら。元気が湧いてくるだよ。みんなの元気の源だぞ。食べ物を取り返してくれてありがとね。
盗っ人と間違えて悪かっただよ。よし、食料は運び出せたか。って誰もいねえ。何をもたついてるんだ。さっさと奪い取れ。ようやく黒幕のお出ましね。のせいで盗人呼ばわりされたんだから。あれが泥棒の親分だが、おいらがとっちめてやるだよ。これでやっと本題に入れるわね。お願い、あなたの力を借りたくて来たの。もし仲間になってくれたら、とっておきの手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだが、おいら一緒に行くだよ。カイドルのとっておき楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。ヌスッドと間違えて悪かっただよ。許してくろ。もういいわよ。それより今夜は腕によりをかけて料理するから、たくさん食べてよね。おお、ごちそうか。おめえ美人だし、すんごくいいやつだな。ちーん。それって正直な感想よね。ご飯に釣られたとかじゃないよね。ねえ、カイ殿はとても素晴らしい女性だわ。どうか自信を持って料理に励んで。なんか二人ともやっぱりご飯目当てじゃない。まあいっか、新しい仲間が加わったお祝いなんだから、食べきれないくらいじゃんじゃん作るわよ。おいら嬉しいだよ。おめえたちのためにこれから頑張るぞ。想像してたのとはちょっと違うけど、こんなに喜んでくれるなんて乙女冥利に尽きるわ。よし、おいら頑張るぞ。